スタート、5回目ですね、録画でいくとね。04のゲームですね。もうほとんど作業とかしてますね、車をチューニングした後はもうミス、あの街中をぐるぐる回ってると、なんとなくお姉さんと会って連絡をしてレースをするっていうのがなんか3人、ここ3人くらい続いてますね。いいんですかね、これでね。なんでこのディーラーの時の制服でそこで歩くんでしょうねっていう、まあ重箱の罪を作るのやめようか。揚げ足打ちのかこういうの。おなんか来たぞ、これ本当の私とか、なんかそういう親密なやつ、ね、あらら、これはなんかいい感じですね。ちょっとスキップします。なんかいつも最初走ってた勝美さんとお姉さんが1等レースしたら9万ポイントもらえるわけですよ。なんか他の人と測っても3万とか6万なんですよね。あれかな、バグかな、バグ中か不具合なのかな。本当は3万に決まったのに9万ってやっちゃったから9万稼げるみたいな。まあいいや。お、美味しい話ですね。嘘か。なんだろうな、グランツーリスモの方が面白いな。まあいいや、スキップします。今思ったけど、ずっとこのお姉さんいるけどさ、家に帰ってからこれからどうすんのとかさ、今日は何すんのってチクイチ聞いてくる妹がいたら、ちょっとさすがにバズらわしいですよね。はい、ごめんなさい。さあ、お引越しですね。このゲームはなんだ、引っ越す前にこの街で最速になるっていうゲーム、話なんでしょね。なんか最速になるような兆しが見えないんですけどね。どうなっちゃうんだろう、この話。まあいいや、スキップしますね、いいとこまで。また新しいキャラクターですね。なんだあの集団は。あれかな、少年院の引率かな。少年院の引率なんてねえか。どうやって連絡するんでしょうね、この後からバトル の話を、ね、持っていくためには。まあいいや、スキップしますね。はい、真面目にバイトしてないですよ、この人ね。このプレイヤー今一日も働いてないですからね。はい、いいですね、こういうのね。キープします。その理由は車の性能ですよね、単純にね。はい、ちょっと待って、これこの発言はどうなんだよ。まあ仲いいからいいのか。引っかかったよ、私も。免許証か。そっか。引っかかったわ。まあいいわ。スキップしますね。まあ、無限な感じのキャラクター増えてきますね。ひどいね、もうね、ストーリーとしてはね。なんかその、なんか知らんけど、メールアドレスを取られたのか知らんすけど、挑戦しましたね。リモコンの製造会社が悪いんじゃないですかね、もうここまで来るとね。いいっすね。
スキップします。昨日もそうだったんですけど、その1人しか選べないらしいんですよね。これどういう、なんかあるのかな、そういうのが、そういうのがあるのかな。ここで誰を、誰から応じて誰を断るかって選ぶことでストーリーが変わるとかあるのかな。わかんないけど、まあ、この人にしましょうか。初めて走るし、まあ、2人一緒に戦えよって思いますけどね。まあいいや。これは男の人、女の人どっちだよ。今までの感じだと女の子なんでしょうけどね。好きにします。相手がいるっちゅうのはいいことですよね。ほら、これ選ぶパターンのやつだ、これ。まあ、なんだろうね。もう3回目だから、このお姉さんはね。1回ちょっとパスです。うん、まあ持ってればね、みんな近寄らないでしょっていうふうに思うんですけどね。また新しいキャラですね。私負けても秘密は教えてないけど、さあ勝ちましょうと。じゃあその秘密とは何でしょうかと。昼間屋敷の中で本で、あ、いいですね。それもそうだよね。いや、まあ表だけでも知れてよかったんじゃないですか。ついに自宅にも現れるっていうね、新しいキャラがね。あ、知ってる人なんですね。なんて呼んだこの名前。夏、え、あ、か、だってどっちもかって言うんでしょ、これ。あ、わかんない、ちょっとごめんなさい、調べます。こんな中調べますって調べてないことあったよ、なんかね。なんだっけ、まあいいや。ほい、普通じゃないことを自分でする人いないでしょう。うん、確かに。お、違うよね、妹よりも違うしか。あ、シンデレラに変えてんだ。絶対あの、この刀で刺されるんでしょ。うわ、ひでえな。そんなやつなの。まあ、聞こえててそういうもんか。